はい、バイナリーオプションスペシャリストの半間洋先生です。パソコンのね、3台の両サイドにシグナルが出てきました。逆張りの1時間足の、失礼、戦略方法です。こちらは順張りでの戦略法です。同じ通貨で出てきました。分析しているのが順張りですね。こちらの方、左の方は逆張りです。今5670円ですね。今こちらは6560円ということで、全体的に、とにかく買っております。ここパソコンでの戦略方法でも、全てのパソコンは買っております。一時こ調整し直しましたけどね。こちらのシグナルとですね、これと同じ通貨国でしょ、 GBP AUD ね、同じですね。こちらの大きい方のスクリーンの方で同じなんで、ちょっと表示していこうと思います。ここら辺でたくさん打っといてもいいんじゃないかなっていう感じはしますけどね。一応試験なんで、だいたい1個打ちで。早くライブで投資したいんですけどね、まだわかんないところですね。特性をよくね、見てね。それで投資しないと本番投資。これ10分後に判定で終了。10分後に判定で終了。はい。6560円と5670円ですね。さあ難しいところですね。4分後に判定で終了。4分後に判定で終了。上がってきました。しっかりした3分後に判定で終了。しっかりしたね。3分後に判定で終了。テクニカル分析で分析させてるんですよ。だからだいたい少し勝つというような感じに持っていけるんじゃないかと思うんですけどね。今のところそう持っていけてますね。まあ今年中は試験ですね。頭の感覚で打ってる人ね、シグナルを決まったシグナル通りに打たないで、
自分で作ったテクニカル分析のですね、これはまず数のは大変ですね。必ず自分でインジケーター作ってですね、シグナル出させるようにしましょう。1分後に判定で終了。1分後に判定で終了。残り2分ですか。これも同じですからね、こちらもね。特性としてはね、追加っていうのはあんまりできないですね。予想してシグナル出したらそこの位置しか打てないから、そこに連発して打つんですね。50個ぐらい打てるんでしょうかね。上がってますでしょ。こちらね、順張りで勝てる戦略方法、逆張りでね、勝てる戦略方法を探して投資してんですね。こちらもです、同じに出ましたけど、こちらはね、順張りで負けるね、負けの多いやつを探して、それで論理反転させたんです。だから負けが多い勝利、成績の戦略方法を、それも順張りでね、それで論理反転させたんですね。